皆さんこんにちは。またくんに恋してるでおなじみの坂本冬美さん。余命宣告された膵臓がんのこと、愛人関係の男性、常人離れの性癖や同性愛者の裏の顔といった様々な謎について紹介します。まずは坂本冬美の経歴とプロフィールから紹介します。坂本冬美は日本の演歌歌手女優。1967年3月30日和歌山県西室郡上富田町に生まれる。3月生まれで、生まれた季節は春であるのに冬美という名前は、生まれた時に肌が冬雪のように白かったことからおじがつけたという。1979年上富田町立朝来小学校を卒業する。中学生時代の作文で将来の夢は演歌歌手であることを記していた。当時は石川さゆりのファンだった。また初恋の相手の影響でサザンオールスターズの楽曲にも傾倒する。坂本曰くその人物とは現在も交流があるという。中学高校時代はソフトボール部に所属。ポジションはキャッチャーで、チームのキャプテンも務めた。この時よくやじる選手だったという。ソフトで県大会に出場した時には1回戦負けを喫したこともあった。1982年に上富田町立上富田中学校を卒業する。高校生時代に和歌山アドベンチャーワールドでバイトをしていた。1985年和歌山県立熊野高等学校卒業後、大阪市内のあるレストランのオーナー会社で経理担当として勤務するが、約4ヶ月で退社、和歌山へ戻り、和歌山放送のディレクターの紹介で梅干し会社株式会社梅田に入社。同社で勤務する傍ら、演歌歌手を目指して歌の練習のためカラオケ教室へ通っていた。放送大学教養学部入学。1986年 NHK の勝ち抜き歌謡天国で名人となり、関西演歌大賞カラオケコンクールでも優勝。勝ち抜き歌謡天国で歌唱指導を担当していた猪俣公章の勧めで上京し、同年4月から約2年間猪俣の内弟子となる。本名が芸名となり、デビュー直前になったところで師匠の猪俣は冬美の冬の字を寒い、寂れたようなイメージだと嫌って冬美を冬美とひらがなの芸名にしてほしいと主張し、一方では芸名の候補も用意されていたが、すでに各種印刷物など準備が進んでおり、それらを全部すり直すのに資金も手間もかかるなどの理由から、スタッフは猪俣を説得し直して坂本冬美としてデビューすることとなった。1987年に暴れ太鼓で演歌歌手としてデビュー。なお本人は猪俣にこの歌は売れませんねと言ってしまい、大目玉を食らったという。しかし同曲は80万枚を超える売り上げを記録し、第19回日本レコード大賞などで数々の新人賞を獲得など、いきなりブレイクを成し遂げる。翌1988年には祝い酒の大ヒットで同年末の第30回日本レコード大賞で金賞を受賞し、また第39回 NHK 紅白歌合戦へも初出場を果たす。その他にも1989年の男の情話や1992年の男惚れなど、デビュー初期の頃は男歌を中心に歌唱していた。1991年に細野晴臣忌川の木吉郎と HIS を結成。アルバム日本の人発売、忌川のとはそれ以前にも RC サクセションのアルバムに参加したり、1990年4月忌川の木吉郎、三宅伸司、坂本で SMI と称して共演するなど、接点があった。2005年に発売された NHK ラジオ第一旅するラジオ今日は80チャンデスのテーマ曲も、当初 HIS のユニットで発売予定だったが、坂本冬美個人名での発売となった。芸術選奨新人賞大衆芸能舞踊部門を受賞。さらに同年末には火の国の女で第33回日本レコード大賞最優秀歌唱賞を獲得した。1993年6月10日師匠の猪俣が55歳で病逝。同年末の第44回 NHK 紅白歌合戦に出場した際、アニメ美少女戦士セーラームーンの主題歌ムーンライト伝説を森口博子、西田ひかると共に歌い、坂本はセーラーマーキュリーに扮していた。猪俣が死去後の1994年、
作曲家三木たかしより提供された夜桜を7がロングヒットを記録。当局は同年末の第45回 NHK 紅白歌合戦を皮切りに、それ以降紅白では通算8回も歌唱披露されており、特に2年後の1996年末の第47回 NHK 紅白歌合戦では、同局で坂本自ら初めてとなる赤組トリを務めた。さらに現在においても自身の代表曲及びカラオケの定番曲となっている日桜伝説の内容は、坂本の誕生からデビュー10周年を迎えるまでの軌跡をたどったものである。1997年1月13日には NHK 総合テレビの音楽番組二人のビッグショーにさだまさしと共に出演。この時二人で秋桜を歌ったが、歌詞の内容に感極まって涙声になる一幕があった。1997年、最愛のジップが交通事故死するというショッキングな出来事に、父の死を受け入れられず人生の応援歌を歌うのが精神的に辛くなったと、それ以降歌への情熱が薄れてしまったという。その上、虫垂炎で急遽入院したり、持病の膵臓炎の悪化など体調が優れない中で過密スケジュールをこなし続けていた。1997年に急性膵炎で入院したことを引き合いに出され、一体誰が流したのか、重い膵臓がんのため余命3ヶ月で県立病院に入院、手当ての甲斐もなくなくなったなどというデマ情報が出たのだ。芸能マスコミは念のため裏取りに奔走することになる。だが、そんな噂をよそに、彼女は和歌山での実家暮らしを満喫していたようで、実家を取材した民放局ディレクターによれば、お母さんによれば冬美は今ハワイに行っています、こっちでは追い雨への面倒を見たりゴルフしたりしてのんびりしてますよと。膵臓がんは完全なガセネタでしたね。美のないところにも煙は立つものだと驚いたものである。歌手活動15周年を迎えた2002年3月に歌手業を含めた一切の芸能活動を休止する。休業前に自宅を猪俣の妻へ売却して、その後1年間は膵炎の治療専念や和歌山の実家へ休養を兼ねて戻っていた。実家から全国各地へ旅行や温泉へ行ったりしてのんびりと休養できて、旅行先などでは全く気づかれなかったと復帰直後に出演した徹子の部屋で語っていた。なお、坂本の活動休止期間中には都内の自宅売却などの身辺整理を行ってから故郷の和歌山へ戻ったために、重病説や死亡説、さらに隠し子を産んだ説まで根拠のない様々な噂話がマスコミの間で飛び交っていた。歌手復帰のきっかけとなったのは、実家にいた母親と一緒にテレビで見た双葉百合子の65周年リサイタルで岸壁の母を聞いた時、坂本自身大変感銘を受けたことからだった。その時に、坂本は私がすがれるのは二葉先生だけ、先生のような強い喉と精神力を作ればまた歌えるかもと思い手紙を送ったところ、二葉から連絡が入り、すぐに上京し二葉の自宅を訪ねた。坂本は歌に対しての自信を完全に失い、人前で歌うのが怖くなってしまったのです。引退しようとも本気で考えていましたと吐露したところ、二葉は、あなたも歌の壁にぶつかったのね、その歌の壁に気づいたというのはあなたが成長している証拠で、とても素晴らしいことなの。私だって今まで何回も歌の壁にぶつかって、その度に乗り越えてきたからこそ今があるのよ、壁に気づかない人もいるんだから、などと温かい励ましの言葉をかけてもらったという。その後2002年11月から二葉の元でレッスンを始め、完全復活へとつなげた。休業からちょうど1年後の2003年4月1日 NHK 歌謡コンサートへ生出演を果たし、芸能活動の再開を宣言。男性のことについて、坂本冬美が2019年2月6日日本テレビ系で放送された一周回って知らない話に出演。10年以上交際した男性との別れを告白した。 MC の東野浩二から結婚したいと思ったことは、と聞かれた坂本は、そりゃありますよと即答。一方で、でも面倒くさい、演歌歌手は地方が多いんで、結婚したいと思った時期には忙しくてできない時でした、と明かした。また、藤あや子さんと坂本冬美さんは大親友で、普段すっぴんにジャージなので
ファンに気づかれることはないそうです。ただ色違いのジャージをペアで着て手をつないで歩くので振り返って二度見されることがしばしばあるようです。藤あや子と坂本冬美はお互いを豆ちゃんまーちゃんと呼び合い、徒歩1分の近所に住み合鍵を持ち合う。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。